はい、皆さんこんにちは。チャットスターズタイガー桜井です。ターザン誠です。カノ宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は、はい、何ですか。僕ですか。はい、光属性の、はい、はい、結局自分で言う。光属性の何ですか。第2弾のおすすめ運極紹介でございます。おめでとうございます。拍手を取ってくださ い、ね、久々のね、この3人で集まるのお久しぶりですね。いや別にそんなことないよ。まあそんなことはないですけど。動画では、動画ではね、確かに、ね、はい、昨日あったしな、はい、そうだということで、まあ、ご紹介していきたいと思うわけですけども、はい、はい、はい、じゃあもう早速いきますか。はい、でも声乾燥したじゃん。あれですよ、前も言ったべ。前も言ったべ。それ言ったかな。あれ、うん、多分動画で言ってないんだよね、うん、え、言った、言った、動画外では言ったけど。あ、そうなんだ。生放送だったっけ、忘れた。まあいいや、まあいいや、置いといて、うん、はい、今回は光属性の音響を、はい、モンスターなんですけど、ミヤボーのね、ドラえもんです。いや、もう復活しない、そう決闘じゃないかな。これですね、これはマジ強い。今、メメントモリの音楽、ずっとこれです、うん、あー、なるほどね、はい、飛行だからね。そう、地雷がくっつかないから、ね、あの完全に、いや、完全にくっつくんですけど、重力の貫通で、回収できないメテオが欲しかったんですよ。メテオが、あー、なるほどね。なんで、ドラゾン、はい、はい、まあでもまあこれは置いといてってことっすよね。まあ作れないからね。そう、作れないから、今からは作れないから、うん、それはちょっと鬼だからっていうことでね。今ランク0の人に聞いても欲しい。でもほらサンクチュアリドラゴンはみんな持ってるわけだからさ。あ、そうかそうかそうか。ノーマルクエストをねクリアしていくだけでもらえるから。いや、こいつ別に使えるわけじゃないっすよ、ね、全然使いやすいと思う。優秀っちゃ優秀、まあ普通優秀、うんうん、なんかそうね、モンストのモンストって感じ。ドラゴンだしね。まあね、だからこのやっぱ運極はまあ結構やっぱハードル下がってるよね。そうです、下がってますね。みんなまあ持ってるよねっていう前提になってきてるから。そう、だからさ、もうさ、レチェリードを作る時代もね、ないないない、ね、飛んじゃってるわけだね。うん、なんでだよ、もらえるんですもんね。そうそうそう、レチェリードももらえるし。なんならもらえる、レチェリードももらえるし、だってね、運極のね、サンクチュアリドラゴンもらえるわけだから。そう、でもはやレチェリードあんま使う機会もないっていうね。うんうんうん、話ですよ。まあレチェリードも重心化するでしょ、そのうち。してほしいなのかな。してほしいっすよね。確かにね、どんどん進化していく形ね、はい。まあ、話はそれましたが、はい、まずどうしますか。じゃあ俺から行く。いいよ、多分大体読まれちゃった、うん、だからそのあれはミヤメも使っていいよ。うん、ミヤペディアね。ミヤペディア、まあ、僕はまずサクペディアあるよね、うん、サクペディアよろしくよ。まず俺はゴースト進化かな、うん、ゴーストね、うん、進化ね、進化こっちっすね、うん、これはまたですね、全体的に捨て高いからね。そうそうそう、うん、使いやすい、使いやすい。で、先だと読みで使えるっていう、うん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 、特読み、そう、特読みで、まあ、あ、そうか、読みってどっちの、あっちの読みか、あっちの爆裂の、はいはいはい、黄色い泉、はいはいはい、でもランクゼロの人はいけないんで、うん、まあ、確かにね、まあ、そう、まあでもそれ読みにしてもね、そう、使いやすいんで、完全にね、運枠に求めるものってサポートなんで、そう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 、うん、あの味方の友情コンボを出していけるっていうのは、うん、非常に良い、そう、構成だす、はい、はい、まあ、僕神化でもいいと思うんですよね。じゃあ完全爆発もついてますしね。そうそうそう、まあ、あ、すいません、これはあのただの2と3代目だった。そう、2度ゴーストの代でした。はい、まあ、こっちでも俺結構こっち使ってるパターン多かったですね。まあ、でもまあ、はい、俺はね、こいつはね、あんま好きじゃなかったんですよね。バー型で、あのスピードが低いで号令だからってことでしょ。そう、ね、うん、そう、うん、まあ、ただただ貫通の爆発が欲しくて使ってた。うん、まあ、でももはやね、進化の方がでも使う機会多いかなって思います。まあなんか一周回ってって感じ。そうそう、一周回って、そう、進化ゴーストでいいなって感じですよ。だから、なんだろう、なんか重心化してたらサブに爆発つくやつが多いじゃん。確かに、そう、だから一周回ったんですよ。そうそうそう、一周回って、はい、爆発がね、爆発要因が別に必要ないってことでしょ、うん、そう、だからどっちかっつったら進化かな、うん、で、貫通重力といえば、貫通重力といえば最近出たやつがいますね。そうですね、光源氏さんっていう、はい、ちょっとお強い方がこれね、そう、こいつできちゃえばね、そう、こいつができちゃえばまあゴーストは作らなくていいかなって感じですけど、うん、まあ、最初はハードル高くないですか、うん、確かにね、むずいっちゃむずい。火力高めだよね、なんかのクエスト自体が。そうですね、なんかやっぱ勝手に硬いしね、硬いし、うん、大変。さあ、もちろんこちらもね、おすすめです。うんうんうん、ま、やっぱ欲しいよ、こいつは。うん、こいつは欲しい、うん、こいつは期間限定とかじゃないんで、やっぱ最終的には作りたいなっていう感じでございます。うんうんうん、おすすめは僕は進化ですね。進化、あ、うん、はい、あ、こっちです、うん、進化、貫通で爆発、
もう一つがあれでしょ、あの全属性ホーミングかなんかです。全属性じゃないですね、ホーミング18です、ね、ホーミング18のホーミングなんですよね、うん、スピードアップの S、 なんか俺、村さんより使いやすいんじゃないかなって、うん、こっちの。ああ、なるほどね。あ、神田ですか、スピードアップでってことですか。そうそう、こっちです、こっちです、うんうん、巣が重力だからってことですか。いや、もう村雨よりも全然使いやすいと思う。なんか友情がね、その全属性よりも、うん、結局なんか尖ったところ、尖った方が良くない。なんか全属性でなんか、うんうん、何でもいけるよみたいな感じじゃなくてさ、光で、光でね、闇に強いよみたいな感じってことでしょ。でも村雨の方が攻撃力高いんだよね、捨てがね。そうそう、どうしても僕はやっぱ村雨派ですね、まあ、そこは村雨はやっぱ攻撃力3万ありますから。村雨の運直作るのやっぱ鬼だからね。そうそうやるとこっちになっちゃうんだよね、多分ね。まあそうですね、うん、まあそこはまあ好みの問題って感じっすかね、うん、僕はヒカサメがもしいるならこれはいらないかなと思ってます、うんうん、なるほどなるほど。まあでもいるならって話、うん、いないなら十分に強いと。確かにね、このシリーズ強いからね、全部このシリーズ。まあ超究極、激究極、激究極、そうそうそう、まあそんな感じで、うん、強い。続いてね、俺結構フェンリルピックアップしてきたんですよ。あ、ダメージウォールアンチューブアップ、うん、でも俺いろいろ考えた結果いらねえかなでもあのとにかく運極欲しいって人はね、そう、とにかく運極欲しいって人はいいと思う、はい、楽なんで。そうで、何がフェンリル選ばなかった理由か、最大の理由ね、ショコにない。ああ、まあ今後出るかもね。そう、今後出るかもしれないけど、ショコにあるやつ作りやすいからね、やっぱね。そう、現時点ではショコにないから別にまあそこまで作る必要ねえかなって思いました、うん、かしこまり、はい、まあでも強いけどね、ダブルアビリティだから、ね、そして同じアンチワープダメージウォールといえば大黒天っていう、それはやっぱね、こう、はい、最終目標にしたいですね。こいつは最終目標ぐらいでいいんじゃないかな、うん、こいつマジで強い、うん、こいつはマジ強いんで、うん、まあ、使う機会多い。そうそう、うん、まあ作れる、あの自分の端末の環境になったらそう、端末の環境じゃないですか仕上がってきたんですね、あの便器を引くとかそう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 、ロキがいる、ロキがいるとか、チャチャいるとか、チャチャいるとか、ああそこら辺ですね、はい、整ってきたら、ね、大黒天頑張りましょう的な感じですね、なるほどね、はい、で次はもうこれは絶対作った方がいい、キーキー、ああいいね、こいつはもう絶対だと思う。キークエストなんかめっちゃ簡単なんだよな、簡単です、早い、しかも周回が、こいつはもう生まれてから一生強いね、うん、キラー最初に間違えちゃったんだろうね、間違えちゃったんだと思う、うん、でもキラーエビをちょっと舐めてたと思う。そうこれはあのやっぱ X フラッグが間違えた、いやキーは絶対そうだよ、これね、しかも SS も強いしさ、うん、もう何もかも強いんだよ、これ。そうなんです、もうアビリティとか何それっていうレベルで火力出すからね結構最初の方だからもう稲荷涙目だったよ、稲荷涙目稲荷とか普通にキー4とかでいってかわいそうなことになってた。これ強いんだよ、しかもラックスキルもついちゃってさ、ガイドなんだよな、ね、これね、そうそう、まあ、これね、ガイドじゃなくてクリティカルとかだったら本当にこれここでバランスを取ってきたかも、ね、後からね、そう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 、でも英雄中島も食えちゃうのか、そうそうそう、あ、いや合成しようかな、まあ、これ強いと思う、俺もいるけど、うん、まあでも運極数減るしね、そう、まあまあ超めっちゃもうワクワクの身必要だってなったら、うん、つける、つけて、まあ多分毒がやばいクエストとかね、ああとかになったら毒我慢つけるためにとかはやるかもしれない、まあ、それ以上は別にまあ誤差でしょ今後もありえますよね、いや全然ありえる、つくよみでも今一応使えて、うん、マリシテンでもめっちゃ強いじゃないですか、うん、いやだってさ、このさキラーエブとかっていうのが作るやつって大概さ、ちょ捨て抑えられてんじゃん、うん、そうね、こう捨てがそもそもさレッシュ高すぎてさ、ねえ、キーは絶対作ろうですね、どうなってんの、つくよみゼロ、つくよみゼロで、あ、そう、つくよみゼロ最強なんだよ、ほ、うん、バネモンだわ、はい、で、まあ、作りやすいし強いって、ね、そうですね、チョコにもあるんで、うん、で、次が僕はオロチマルかな、あー、オロチマルね、僕もです、オロチマル、俺こっちっす、はい、貫通ランチワープ、こっちがいいと思います、あ、ぶっちゃけどっちでもいいんすよ、うん、見た目とサブ友情、そう、まあまあ、あとは一番でかい要因がラックスキルっすね、こっちクリティカルっすね、そうなの、で進化がシールドなんで、うん、初シリならこっちの方がいいなと思って、うん、まあ、別にそこラックスキルとか気にしねえよ、気にしねえよバーカって人はシールドでもいいと思うんですけど、あー、でも俺は進化使ってたかな、あー、ほんとほんと、どっちもいいと思う、どっちもいいかもね、ぶっちゃけ進化はロボットキラーがついてますね、そう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 、まあでも好みですかね、そう、好みですね、
でもこいつはアンチワープの貫通枠では、うん、まあ、非常に優秀一強化だし、うん、なんか昔はほんとバニラでめっちゃ使ってたもん、ね、あーバニラね、うん、あいなかった時は俺マジ落ちまれだったな。やっぱあのアンチワープでもうちょっともう今更感かもしれないけど、この自強化で、はいはいはい、あの櫛灘やらね、あ引っ張る、あそうそうそう、やっぱそれもねあったからね、サポートには徹してる、うん、まあ今でも、まあね、今でもおすすめ、まあ、ランクゼロの人はこれ作ってほしいっていう、うん、今はなんかどっちかというと聴覚使っちゃうことが多いですね。ああ光だとなるほどなるほど、うん、確かにそれはある。で光だとなんか別に闇に連れてくほど火力が必要な氷も特にないんで、うんうん、確かにそれでもいい感はある、うん、って感じでございます私的には、うん、俺もそれは思います。はい、さあお次は、お次はちょっとティーガー X ですね。あ、ティーガー X ね、強い。ちょっとピックアップしてきたの、3本レーザーが SS ね。そうですね、まあ SS というよりもやっぱり捨てが高い、まあ、捨てが高い、まあ、重力、うんうん、で爆発が、爆発ね、サポート、まさにサポートだよね。そうそう、なんかいつも光村雨とかで行ってたクエストに、いやいやいや、なんか爆発欲しいなってなった時にこいつをうまく使ってました、うんうん、なんか変わるよね。そう、なんか変わる、そう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 、周回速度をそ、うん、友情で溶かせるところはこいつを連れてってた、うん、なんか枠4とかになると引かさめるこっちの方がいい場合ってあるんですよね。あるある、その他が火力強いと友情の、うん、まあ、だからこいつは作っといていいんじゃないかな、うん、てか作りやすいしティーガーだし。なんか一番最近で使った曲あるのが、うん、あのマリアントワネットでさ、みんなで使わなかった、これマリアントワネット、あれマリアントワネットだっけ。俺はマリアントワネットで使った曲あり、わかんないそれそっかそっか、でも近い、まあ、マリアントワネットは結構古いからね、うん、今でも使う、とにかくやっぱ HP が高いんで。そうだね、あとね、スピードもね、全然ね、邪魔にならない存在というかね。そう、でもちろんね、普通のティーガーなんでショコにありますよ、はい、ってことですね。うん、まあ X で取ればね。そうっす。そうっす。さあ、お次は。はい。次は僕ちょっといないんですけど、うん、ちょっとハッチミンって言いますか。図鑑。図鑑。あ、図鑑ね。そう。こいつが、まあ後で説明するか。とりあえず探してもらいます。名前で検索できるんだっけ。名前で。名前でも。うん。そう、マインスイーパー枠っすね。といえば。誰だ？といえば。こいつっすね。はい、はい、あー強いですね。なるほど、こいつ俺はちょっと、うんうん、そう、まあマインスイーパーのみだから、うんうん、まあ地雷に困ったけど、今紹介したやつってマインいないんですよ、うん、いないですね、うん、で、まあ一応マインスイーパー枠としてこいつはおすすめかな。こいつ使ったことないや、うん、いやこいつはオーランチだし爆発だし、確かにね。いやマインスイーパー自体がめっちゃ少ないから、うん、結構貴重ではあるんだよね。貴重ではあるパインとかも、降臨の前にすればマジいないから。そう、こいつはまあでもそう、まだね余裕できたらでいいと思う、うん、これはこの辺なんならだってそれは俺が使ってないからそう、俺が使ってないからだから現状困ってないんだ。前スーパーのなんか運極で控えてほしいなって時に作るっていうね。そう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 、だからまあこれから作るんですけど、俺たまに使いましたよ。なぜか作ったんですけど、はいはい、うん、いやこれはいいっすよね。降臨でマインが少ないからそもそも、そうそうっすよね。それ同じこと言ってるから俺やっぱりねやっぱりそう、みんな思うんだね。バステドとだってあれとかしかいないんだけど、バハムートのさ X、 ああバハム X とか、うん、まあ、少なめだから、バベル、うん、そうそうそう、福祉なら、あとバグゼスとかにしかいないんだよ。あ違う、超絶か、うん、うん、そうですね、マイン少ないですから、そうそうそう、みんな空飛びますからね、まあ、こいつらもさ、なんかある程度運極潤ってきて余裕できたらこいつ作るのもいいんじゃないかなって、うんうん、いいと思う、はい、思いますね、はい、ありがとうございます。ただ変なクエストなんだよこれね。あ、でも基本的に適性がいれば楽、そう、適性がいれば楽っすね、うん、ロックが出るやつが、まあ、余裕でき、はい、ができてきた人用っすね、うん、はい、次が僕がピックアップしてきたやつですよ。誰だ誰だ、わかった、ウリエルだ。ウリエル、ウリエルはもう、まあ、でも頑張れば簡単に作れるかも何頑張ってんの、ゲームじゃねえだろ、その前こやつっすね。はぁ、カバレット、カバレット結構俺これ作ったわ。いやこれつ、これ強いよね。あれでも強いな。まあでも、あの SS 倍率が低くないんで、うん、うん、26ターン、26ターンのやつ、うん、でバランスが立つ。大体なんかゴールデンスパワー型多いんだよ、ギュマオにしても、ね、ゴーストキラーとかね、そうそう、ドラキュラにしてもゴーストにしても、
こいつバランス型で号令持っててさらに友情爆発っていう、うん、これすごいね確かに。そうで俺作ってない理由としてはその前に大黒天できたそれに尽きるんですけど、ここはちょっとねクエストが特殊なんで、うん、やっぱ、若干回りづらいかなっていう。弱点倍率アップライスだって。そうね、うん、まあ、今そのアリスとかいれば楽なんだけどね。あ、まあアリスとかそこら辺ではね4倍かなんか、なんかすげえ倍率変わってます。そうですね、6倍かな、うん、そういうクエスト、うん、まあ、でも見ただけでこれは強いなって確かに、ね、みんなわかると思うけど、うんうんうん、本当だ。まあ大黒天はまだ作れてないけど、なんかこういうの欲しいなって人は、うん、まあおすすめかな。ダメージオール枠ね。あれも絶対ではないと思う、うん、なんなら使ってないから俺は使ってないから。なるほど、まあ、大黒天が使うことが多いから、まあったら便利みたいなね。そうそうそう、感じがね。クリついてます。そう、クリついてます、ね、強い。こいついいっすよね。へえー、そうなんだ。で僕あと1体とりあえず、はい、僕はあと1体いっぱい見守り取られてないやついるかな。あーメドラス、そうアンチワープ、まあこの枠が少ないっていうのもありますね。そうだね、地雷も避けれてアンチワープっていう、大黒天いけるから。そうそう、大黒天は俺最初運枠でしょ。あーそっかそっか、私も。そうっすよね、結構。あと俺グレイ、うん、グレイ回るときこいつ運枠だったから。エメラルドドラゴンローレライさんでしょ。そうエメラルドドラゴンローレライさんマジ強かったですめっちゃ速いっしょ。当時速かった。そう俺あの時ローレライ持ってなかった。ああそれね、ちょっとね、あの時はねローレライ持ってる人がグレイ運曲めっちゃ作ってたそうなんだ。めっちゃ楽って。そうそう、めっちゃ楽なの。あれさ、普通にやると結構火力高くてビビる。そう結構難しい。俺はだって、まず満員ワークっていうね、存在いなかった。いやその時少ない。俺だってもう超ひで割ってたもん、あそこ。いやきつい、うん、きつい、火種がね、うん、あれやばいよね。だからこいつを運枠にして、まああとローレライさんだったかな。ガヤガヤガヤリって、つけ読みにしてた時もあったんですよね。あ、俺はなんかやっぱり爆発させたいんで、うん、誘発したかったんでこいつにしてました、うん、で大黒天でも最初使ってたし、うん、まあでもこれもなんかまあ余裕がある人はって感じですかね、うん、これもなんかまあ旧降臨だし、うん、エメラルドドラゴン、ね、まあ、作りやすいとは思いますね、うん、はい、なるほど、はい、じゃあミヤペディア情報は大体この分。そうっすね、うん、その通常降臨だったらここら辺ですかね、うん、なんかあった、なんかその漏れ、はい、ミヤペディア漏れ。ミヤボーが言ってないのだったら俺はやっぱ進化ジャックかな。ああ、ジャックね。あそこさっき、あの、ね、進化ジャックが、うん、まあ、重力ワープ。あ、進化ジャックな、素が重力なんですね、うん、進化ジャックはちょっと待って、これモンスターボックスにいるから。なんであのイザナミより先にできそうだったらこっち。そう、俺も今作ろうとしてる、うん、ジャック言い忘れてたな。多分イザナミを作ると使わなくなるんですけど、うんうんうん、それまではめちゃくちゃ汎用性が高いと思う。重力ワープ、うん、間違いない。 SS もあの今引っ張る系なんで、うん、加速するからね。そう、まあ、今だとやっぱクシナルとかダルタヤンとか、はい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 、もう悪くはないかなといったところでございます。マクラに、はい、あとあとあとキュポポポーン。キュポポポーンか。どっち飛行なんで。飛行磁力ですね。飛行磁力魔王キラーか、うん、こいつが、まあ、不動とかね、不動明、うん、はい、飛行もついてるしね。そうしかもメテオなんだよね、うん、あと、まあ、SS じゃないや、友情。そう、SS もあの麻痺するんで、うん、これ威力が低くても。であとあのワンウェイレーザーが使いこなせれば、はいはいはい、結構ねテクニカルな楽しい。確かに俺も結構ね使ったことあるんだよね、はい、であと白亜運極になってないのか。ハクア運極にしたらすげえわね。これやばいよ。いやこれはもう、いやこれが目標だと思いますよ。光のね、最高の目標だと思う。光属性のやっぱこう最高峰、うん、これは全然運極じゃないけど。いやでもこれからできてる時もうね、おすすめしたやつ全部できてる間違いなくね。間違いなく全部できてるから、ね、安心してください。はい、ということで、まあ個人的にはジャックがやっぱ最後の方に行ったんですけど、うん、めっちゃおすすめジャック、うんうん、ジャック最初の方はね、はい、いいね、確かに、うんうん、であとまあ、ヒカサメをあの最初の方にちょっと触れただけなんだけど、作れるならマジで強いから、こいつはマジで強いです、まあ、チケットなんかみんなでね、回って集まったら、うん、もうきついね、こいつ作るのね、うんうん、もうきついね。なんで、あまりね、その場合はやっぱ源氏で。そうだね、源氏だな、源氏だな。はい、ということなんで、だからまあ最終的には光源氏とかを狙っていくのが一番あれなのかな。そうですね、光源氏目標でいいような気がします。大黒源氏あたりがやっぱ一番強い、ね、はい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 、うんうんうん、ママゾンさんおすすめないですか。
俺はやっぱキー、今俺がでも作ろうとしてるのは実際ジャックだから、うんうん、ジャックは強いよね。ジャックは本当イザナミにいる前はかなり幅広く使えるから、うんうん、そうそう、やっぱ汎用性高いっていうのがやっぱ何より一番いいから、うん、まあ釘股みたいなもんで、うん、そう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 、多分使い時はかなり多いと思う、うん、普通を連れ回したらなんか中級ストライカーな気はするね、結構ジャックのクエストもさ、結構今回りやすいからさ、回りやすいマジで、ガブとか大黒とかいう時は結構もう雑魚瞬殺だから、マジマジそうだと思う、うん、だから結構回りやすいっちゃ回りやすい。俺はあのバステド作ってるから妖精だね。そうだから、うん、あのジャックって妖精だからかなり楽なんだけど、あのちゃんとね、あのそうそう、あのこのね、あのこいつにこれが強くてさらにこれがっていうのを繋げてるから、いやーそいや最初のもそうだったな、まあそのイザナミに行ったりとかね、そう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 、できるわけですから、うん、俺はでもジャック作ってあの木じゃねえ、あのなんだっけ、ヨシノブ取りに行こうとしてる、ああヨシノブさんか、そうそうそう、はいはいはい、っていう感じだけどね、はい、うん、はいっていう感じです。なのでぜひ皆さんもね、でもかんもうもはや簡単になってるクエストも結構多いんで、うん、結構あの初歩で作れば本当、うん、なんか下手すら1週間ぐらいで作れるよね、多分。いや作れると思いますよ、ね、ちゃんと毎日みんなでやれば、ね、毎週間で、毎日みんなでやったらもっと早くできる、ね、そうそうそう、ラックボーナスしっかりもらっていれば、うん、1週間できると思う、一瞬でできると思うんで、うん、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、はい、突っ込まれそうなのはスキュラーとか、あースキュラー、スキュラーね、スキュラーはでもね、スキュラー俺まだ進化してないんだよ、カミカの方か、あ進化か、カミカか、ダンクレーザーの方かが結構注目度高いですね。スキラーは確かに尖ってるよね。うん、そうだけど、うん、たこ焼きがある。あ、俺そうマリーダもね最初ちょっと入れようとしたんだよね。あ、うん、まあ、でもやめた。メテオ、まあ、メテオってどうなのかなと思って。言ってるともうなんか確かにね。キリがないから、ね。キリないんだよね。あ、こっちじゃないかも。あ、こっちじゃないか。髪型。たこ焼きがある。はい、かわいい方。ね。バー型。そう、バー型のダンクレーザー。ダンクレーザーなんかすごい。尖ってるやつらなんで、うん、であの反撃モードになると、うん、いうことなので、飛んできた方向に返すっていう、うん、はまればあの運枠とは思えないような火力を出す、うん、ただね、めんどくせえな、だけど、うん、まあ、使いこなすのがね結構ちゃんとちゃんとやんないとダメだから、ね、そうっすね、適当に打ってもダメだから、で、まあ、遅いんで、まあ、ちょっとサポートにも向いてないかなといったところで、うん、まあ、余裕ある人は入れませんでした、はい、はい、ということで、ぜひ皆さんも今回紹介した運曲作ってみてください。で、いつものように PC からご覧の方はその辺に登録のボタンあると思いますので、気になった方はファミサップチャンネル登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方は下の方に登録のボタンとか URL とかあると思いますので、登録してみてください。あとファミツアップにこのアプリやっておりますので、入会しないと見えない生放送や動画やのプログラムがありますので、ぜひ入会してみてください。ありがとうございます。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバーイ。